はい、どうも矯正パンダです。今日はですね、第1位若槻礼次郎内閣について前回のアニメ形式で説明したざっくり動画のじっくり解説するバージョンを私矯正パンダがやっていきます。早速始めていきます。早速説明していきます。まず1つ目です。若槻礼次郎内閣ですね、これの基本情報について説明していきます。はい、若槻礼次郎内閣はですね、1926年の1月から1927年の4月という約1年3ヶ月間続いた内閣でした。はい、まあ、そこそこ短命ですね。はい、そして若槻礼次郎というのは男はですね、憲政会という政党のトップでした。はい、そして若槻礼次郎内閣は主に憲政会の人で構成された普通政治、もう政党員で構成された政党政治だったわけですね。はい、いわゆる憲政の常道と言われるずっと続く政党政治の流れの一つでしたね。はい、という内閣です。まずこれが基本情報でした。はい、次です。1926年の12月、大正天皇が亡くなるという事件が起こりました。これは若槻礼次郎内閣が始まって以来の一番目の大きな事件でした。はい、若槻礼次郎内閣の時に大正天皇が亡くなった、つまり大正から昭和に元号が変わったという、そういう時だったんですね。はい、まあ、まさに去年の令和、平成から令和に変わったその時の内閣は安倍さんでした。そんな感じで、大正から昭和に変わったというこの改元のタイミングの内閣だったと。はい、そういう、まあ、事件ですねが起こりました。はい、次です。金融恐慌というものが1927年の3月に起こります。これ何か説明していきます。金融恐慌っていうのはですね、まずですね、片岡直春というこの男、これがですね、まず一つのキーパーソンなんですね。はい、この人まず覚えておいてほしいです。この人がとある失言をしました。その失言の内容っていうのが、東京渡辺銀行という銀行が倒産した、破綻したということを言いました。なんとですね、この時本当は破綻していなかったわけです。でもそんな銀行が破綻してしまったならばやばいとみんな思ったんですね。ただでさえですよ、ただでさえそれまで震災があったんですね。1923年に関東大震災がありました。これをきっかけにみんながお金を下ろせなくなったりしてるわけです。つまりもうね、銀行に対しての信用が徐々に下がっていってるっていう最中でした。その時に片岡直春がこんなこと言ってしまったと。それでももう民衆は大騒ぎです。やっぱり信用がないなと、銀行やべえと、一刻も早くお金を下ろさなければいけない、お金を早く持ってこなきゃいけない、預金してるままだったら僕らのお金がなくなっちゃうかもしれない、そう思った国民がですね、めちゃくちゃ言ったわけですね、騒いだわけです。これが取り付け騒ぎというものなんですね。もうとにかくお金下ろすぞ下ろすぞ下ろすぞってなったわけですね。これが金融恐慌というものの概要です。はい、こういう背景があったんですね。そんな金融恐慌の煽りを受けて、鈴木商店というとてつもなく大きな企業がですね、ほとんど倒産に追い込まれてしまうということが起きました。この鈴木商店に対して台湾銀行という日本にとってめちゃくちゃ大切な銀行、これがですね、たくさんの融資をしてたわけですよ。そんな融資先の、お金を貸していた先の鈴木商店が破産に追い込まれる、これはどういうことか。鈴木商店に貸したお金の回収が不可能になってしまうことを意味します。つまり鈴木商店が破産し、それでお金がなくなってしまった、お金回収が不可能になってしまった、これによって台湾銀行という日本にとってとてつもなく重要な銀行も危機に瀕してしまうわけです。これはやばいと本当に焦りました。若槻礼次郎、なんとかしなきゃいけない、こう思ったわけですね。そして次にこんな行動に出ます。それが次です。1927年の4月、枢密院という天皇に対しての最高諮問機関、要するにですね、天皇とね、一番対話ができる、天皇に対して、まあ、要求とかをね、発せられる、そういう機関なんですけどもね、そこに頼んだわけです。若槻礼次郎さんは何を頼んだかというと、台湾銀行を救済してくれるという、そういった旨の天皇命令、これ直令って天皇命令のことなんですけどね、天皇が台湾銀行を救済しろという命令を出してくれと。はい、それを枢密院という天皇と内閣総理大臣のいわゆる間に入る機関に頼んだわけですよ。お願いします枢密院さんと、
ね、昭和天皇さんになんとか台湾銀行を救済しろという旨の命令をね、出してくださいっていう風に伝えてくださいって、そう言ったわけですよ。でもこの間に取り持った枢密院がね、断ったわけです。台湾銀行救済の勅令は出させませんと断ったんですね。それはね、なぜかというとですね、枢密院のね、伊藤明治さんとかいう人たちがですね、もうね、若槻礼次郎のね、もう対中国の協調外交、もう外交がね、中国に対してのね、もう外貨に、あとは海外に対してのね、外交がですね、めちゃめちゃこうね、協調外交というかね、もうものすごく寄り添って、こう、全くこう自分らの意見を発さずに、もう国際ルールにのっとって、もう全くこう、ルールに外れないね、ゆるゆるい外交をしてたと、それに対してちょっと不満があったと、まあこれをね、ムカついてたんですね、要するにね。なんでね、もうこの勅令を了承しなければね、若槻礼次郎内閣がね、崩壊に追い込まれることは知っていたのでですね、もう枢密院さんたちはね、もういいかと、もうこいつらは終わらした方がね、もうちょっと積極的なね、外交とかしてくれるような、すげえリーダーに任した方がいいんじゃねえかなということでですね、まあ無視したわけですよ、この、了承しなかったわけですね。それで、結果的に若槻礼次郎内閣は解散に追い込まれると。はい、そういう流れでした。以上です。